キチャンネル。金曜日、ソチェックのお時間でございます。プロ野球ね。もうゴールデンウィーク入ってきましたけど、皆さんどうですか？お休みですか？それとも仕事ですか？ね。皆さんがね、仕事してるかもわかんない。休んでるかもしれない。ホリデーかもしれない。まあ、休みと一緒の意味。だけどね、プロ野球は続いていきます。ね。皆さん、火水木ね、しっかりチェックして、プロ野球楽しんでいきましょう。ということで、金曜日の佐々木智也プロ野球ソチェック、スタートです。まずは、こちらから。ロッテ大楽天、4月26日、2対3で楽天。この日は、風速19メートルということで、よく試合したねっていうね。ピッチャーはね、前から風を受けるから、前に行きたいけど行けずに、右足に重心残り気味になったりとか、バッターは、前行きたくないのに、バックレット方向から風が吹いて、後ろから押されて、前行きたくないのにちょっと突っ込み気味になるっていう、結構難しい状態。しかも、俺も、15、6メーターはしたことあるけど、19メーターしたことないね。記憶ない。よく中心になんなかったなっていう。これ何の基準で中心になるのかよく分かってないけど、現役もしてたけど。ね。まあ、この試合の中で、楽天先発田中マーク。7回106球3安打4、9三振、2四球、1デッドボール1失点と。で、ロッテ大島。7回134球、6安打7三振、4四球、2失点。まあ、両投手よく踏ん張ったね、ほんと。風は吹く、帽子は飛ぶわね、変化球ぶり曲がるわ。まあ、キャッチャーもね、日頃より大きく曲がったり曲がらなかったり、いろいろその都度によって全然違うから、取りにくかったりするけどもね、あの終わりの中、よくね、この最少失点で抑えたなっていうね。で、楽天はね、初回、西川フォアボール、こう8球粘ってね、フォアボールって小深田ライト前。で、ノーアウト1、3塁になって、浅村がね、きっちりセンター、犠牲フライ。ね。で、まあ、いい形でね、マー君投げて先制するっていう、いい形でいけたんだけども、4回裏ね。まあ、ロッテが同点するんだけども、マーティンフォアボール。で、中村三振。で、レアードのセンター、ね、宇宙間寄りのツーベースで、一気にね、マーティンがホームに帰ってくるんだけど、マーティンね、空振りとかも見てたけど、足痛いね、多分。治ってないんじゃないかなっていう、去年の。なんか、空振りしても結構足なんかこう、かばうみたいな感じあるし、なんか走ってても、なんかバランス悪い。ひょっとしたら痛いのかもしれない。だから骨折して、手術しないで、そのままやってると、痛さっていう。俺もこの指骨折してんだけど、手術しないで、まあ骨折ね、指骨折するぐらいじゃ死なないから、なんちゅうの、手術とかしなかったけど、やっぱりなんかするためにちょっと痛かったりするんだよね。しかもそれが足のつま先とか足とかになってくると、体重かなりかかるから、ひょっとしたら、マーティン、足まだ痛い可能性ある。そこら辺皆さん、ぜひチェックしてください。なんか、佐々木は見てて、思います。ね。で、まあ、こう同点になって。で、楽天はね、取られた後すぐ、だからロッテもそこ取られた後すぐ、頑張って抑えなきゃいけないところをね、5回表、ね、西川センター前、で、小深田、セーフティー、サード、エチバリア、悪送球、バッと。もう、2割ちょろちょろしか打てなかった。守備頑張んなきゃ。ね。21日は良かったよ。サード。ね。それと同じように。ね。で、ノーアウト一三塁になって、浅村のね、ショートゴロの間に1点を取るっていうね。まあ、着実に取れる点を取っていくっていうところで、まあ、このままね、勝ち切るかっていうところで、8回裏ね、ピッチャー無戦列に変わって、代打福田、フォアボール。だから結局なんか、フォアボールからとかね、失点からんだよね。楽天もね、初回西川のフォアボールから。で、ロッテもね、4回裏同点だったらマーティンフォアボールから。ね。で、この8回裏もね、代打福田フォアボール。ね。で、ダイソー和田が出てきて、で、オーガーバンド失敗、ピッチャーフライ、バーッと。決めなきゃ、しっかり。それ仕事。ね。で、高部の時に、ランエンドヒット。多分あれエンドランじゃない、ランエンドヒットね。で、ショートがセカンドベースに入ったところね、守ってたらショートゴロだったけども、走ったことによってショートが動いて、レフトに行けて、和田が一気に三塁。ね。で、ワンアウト一三塁で、マーティンがね、ライトへ。同点タイムリー。で、中村、レフトフライ、レアードセンターフライ。ロッテとしてはここで一気に行きたかったね、逆転。まあよくね、ブゼニッツは踏ん張ったなっていうところはあるけども、そしてね、10回表ね、小深田フォアボール、またフォアボール。ほら、ね。で、盗塁。で、マルモエホス、ライト。ね、ヒットになるけども、ね、外野前進、マーティン前進してたのに、よくね、小深田、ホームへね、帰ってきた。グッソーリー。だから走塁も、スローイングも、若干、マーティンスローイングも、若干悪い。だから多分足痛いんだと思う。俺の予想は。でも小深田ね、よく前進守備引いてる中で、よくね、帰ってきたっていうところで、マルモレフスもね、いい当たりで、小深田のライスランっていうところでね、この1点をしっかりもぎ取ったっていうところでね、しっかり勝ち切った。ロッテはね、この9回裏、ワンアウトかエチェバリアね、内野安打、で、岡レフト前ヒット、和田見逃し三振するけども、このワンアウト1、2から和田山口でね、これ1本打ちたかった。そしたら勝ってたけどね。
まあ、ここはまあ仕方ない。よくね、楽天が踏ん張ったかなっていうところで、まあ、3対2でね、楽天の勝利。で、27日、3対3の引き分けなるけども、まあ、この試合ね、解説、してましたけども、岸ね、元前の両先発になったけども、まあ、元前ね、非常に、初回ね、浅村にカーブホームラン、ね、あれライトに持っていかれたら、まあ、仕方ないね。若干ちょっと浮いたっていうのもあるけども、まあ、ここもね、小深田ライト前ヒットで出る、もう小深田ね、盗塁刺して、ね、佐藤投手は、グスロー、ね、ナイス。でもその後ホームランっていうことは浅村のね、強さ。やっぱホームラン一本打ってからね、トントントンってくるけども、でも元前もね、この1失点で、乗り切って、全体で言うと、6回98球、3安打3三振、1球1失点とね、非常に素晴らしいピッチング。まあでも、全体の投球内容としては、球高かったり甘めだったり、結構あって、この、完璧っていうほどじゃないと思う。なんか四隅狙って低め狙ってっていうところで結構甘い球もあったけど、ひょっとしたらこの腕がしっかり隠れてくることによってのこのボールの見えづらさで、あんまり対戦経験ないっていうところでタイミングの取りづらさっていうところがね、楽天打線、ちょいちょいねタイミングを外して仕留めきれなかったかなと。でまあ元前もね3ボール結構なってたけども、まあそっからねフォアボール出さないでねしっかり抑え切ったっていうところでは次回にね繋がる、まあ勝ちにね繋がらなかったけどもね、まあ勝ち権利持ってたけどね、追いつかれちゃったからね。でも非常にグピチだったと思います。で、楽天ね、先発騎士。こちらもね、本当にストレート伸びよくて変化球。スライダーが若干ね、制球しきれてなかった。引っ掛け気味だったり、ちょっと抜けたりね。で、まあ、カーブ、チェンジアップっていうところは非常によくね、7回107球、5安打5三振、1デッドボール3失点とね。まあ、このね、3回裏の3失点。まあ、岡ね、空振りに三振取って、小川デッドボールっていうね、このスライダーがデッドボール。そこ制球がね、ちょっと昨日はね、なかったかなっていうね。で、高部が、内安打で出て、まあ、この内安打もね、まあ、小深田ね、全体的に言うと、軌道3回、危ないやつ3回あったけど、取ってから、2、3歩動きすぎだね、この助走が。だから、不安なのか、スローイングに。もうちょっとワンピースで投げないと、歩いてる間に、セーブになるよ。岡の時とかもそうだったし、若干不安だね。まあ、去年のね、総チェックでも、小深田のスローイング若干不安っていうのは、まあ言ったと思うんだけども、ちょっとスローイング不安だね。この高部のやつもね、内野安打になるけども、あれワンピースで投げてたらね、アウト。取ってから高部なのに、一歩、ちょ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 っていうね、二、三歩行ってたからね、あれはやっぱワンステップで投げないとなかなか苦しいね。でもあれ、リクエストしても俺は良かったと思う。スローなかなかなかったから、でもアウトかっていうぐらいの、どっちかっていうとアウト寄りかっていうね。でもリクエストちゃんと見なきゃわかんないけども、だから多分、大方の、今のリクエストの精度は、攻撃側だったら、コーチャーが、もしくは選手が、で、走者がね。で、守備側だと、その担当の野手が、リクエストを、ベンチに指示してリクエストするみたいな形だね。まあ、ベンチからじゃ見えないからね。あの時マルモロスが何も言わなかったから多分動かなかったんだけど、あれはね、リクエストすべきだったと思う。俺はね。で、まあ、残って、で、マーティンサードフライアウトになって、中村ね、この逆転、レフトでスリーランホームラン、初球になるんだけども、これには布石があって、1打席目にカーブをいい形で打って、レフトの西川がナイスプレーして、まあ、ヒットじゃなかったんだけども、多分、住谷としては、あれがあるから、早めに、でも、結局、外で抑えなきゃいけない。で、外一辺倒で行くと、変化球合わせられたら困る。だから、早めにインコース使っとこうっていうところで、初球インコース行ったんだよね。で、そこで、中村がね、待ってましたと。一振りで打った瞬間スリーランということで、中村のね、ホームランをグッっていうところだけども、隅田にはね、若干考えすぎたからっていう。ストーリーとしてはわかる。多分、最後外だから、早めに使うって。でも、その早めを待ってましたと、中村の一発っていうところで、まあ、隅田のね、リードが、ここは、うまくいかなかったかなっていうね、駆け引き負けっていうところがね。で、この3対1になって、このままトン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 と、行くんじゃないのかと。でも、ロッテはね、増田が、若干ちょっとなんか肩の違和感で、ベンチ外れてるから、リリーフどうなるんやっていうね、フォワードなんか終盤、行くんだけども、まあ、元前がね、6回しっかり投げ切って、7回思ってね、ピッチャー、広畑に代わって、先頭島内フォアボール。ほら、フォアボール、来てるよ。フォアボールからのこの流れ、この連戦流れはフォアボールからのよ。で、マルモレホスがライトスタンドに初球ね、ホームランなるんだけども、ここでね、佐々木が言ってたの、解説でも。マルモレホス、対右、1割5厘でしたからねって。今はね、試合終わって、マルモレホス、対右、1割2分2厘、対左、4割4分ぐらいあるのよ。だからこれ、右の方が弱いってなったら、これ、なったと思ったらよ。ピッチャーの広畑、対左バッターに、5割5分打たれてんのよ。2回に1回以上打たれてんの。
これ最強のホコタテ対決どうなるんやっていうところでね、初球一発で丸もろすかね、ホームランで同点ってなったけども、だから広畑もやっぱ綺麗球がなかなかないね、これっていう、だからそこら辺の武器をねちょっと見つけたいなっていうところと、左バッターだから多分外スラとかしかいけないんだろうね、インコース、もうちょっと膝元のスライダーとかうまいこと使えば、マルモロスとかね、次の斧とかね、スライダーで結構三振取ってたからね、そこら辺ちょっと使った方が良かったかなっていうところでね、初球ど真ん中に入って、このね、究極のホコタテ対決、広畑対マルモロスっていうところでマルモロスがね、ツーランホームラン、ね、グッチ、ナイスホームラン。これでね、同点になって、で、まあその後ね、結局は引き分けになるんだけども、まあ一番気になったのがやっぱり、11回裏ね、ピッチャー、鶴崎、ね、先頭和田、レフトへツーベース。トコーンと当てただけだけどね、そんなフルスイングなく、パーンといい形で、で、左中間抜けて、ツーベース。あれ、スリーベース行こうとしたけど、あれはノーアウトだからね、ストップストップっていうね。で、中村送りバント。で、ワンアウト三塁になって、レアード。ここファースト空いてるから、申告敬遠。で、ここで、佐藤俊也。で、ピッチャー交代。西口。ここで西口。あの、オリックスの、ね、あの、日がに変わった感じの、ここで西口。で、西口の時に、ショートゴロ。だから解説席で見てて、三塁のところ柱とかがあって、ランナーこう見えなかったんだね、モニターとかあって。で、打った瞬間、あ、これホームセーフやと思ったら、サードなかなか帰ってこなくて。で、山崎が取ってから、クイックワンターンして、ホーム投げたら、楽々アウトっていうね。まあだから、あ、ゴロゴーなんかと思って。あそこはギャンブルスタートだよね。作戦的には。もう、あの延長になって、まあ正直0点だっても負けはね、その回のまだ負けはないんだから負けてるわけじゃないし、あそこはもう和田ってなったらギャンブルスタートでもうライナーゲッツー仕方ないぐらいの勝負かけていくための和田の足でもあるから、あれをゴルゴっていうのはちょっともったいなかったっていうか消極的だったね。もうあそこはゴルゴでトーンって突っ込んできてたらさよならだっただけにね、ちょっともったいないね。まあでも仕方ない、ここは作戦だから、もう駆け引き負けっていうところかね。で、その後ね、菅野セカンドフライに打ち取ってピッチャー西口、グワーッと。昨日の引き分けの MVP ね、打者はマルモルフスだけど、もうピッチャーも西口だね。あの踏ん張り、素晴らしかった。で、その後はね、東条、で、松井裕樹と。東条もビタビタだったね。対左でもこの外のね、良かったし。で、松井裕樹も完璧っていうところでね、まあ結果、3対3の引き分けでした。さあ、続いて、4月28日、2対1で楽天の勝ちということでね、楽天の2勝1分けの勝ち越しになりましたけども、まあ、今年はね、楽天先発、藤井、一軍先発初登板、6回73球、4安打4三振、無失点と5ペース、この日、解説ね、千葉テレビで、してましたけども、この日っていうか、まあ、今ですけども、非常にコントロール良かったね。あの、ストレート、そして、アウトコースに、チェンジアップ、ツーシーム系っていうところの、非常にコントロールよく投げ切ってた。で、あの、外、ね、右バッターの逆対角線が非常にコントロールよくて、で、うちね、ドーンって来た時に、ミスコントロールしない。その一発で仕留めるっていうね、ところは、山口のね、あのインコーストレート見逃しとかもね、そうでしたけども、非常に初戦、ね、本人ヒートインタビューでね、緊張したって言ってましたけど、みじんも感じさせないぐらいに、アウトコースのね、まっすぐツーシームね、で、チェンジアップ、スライダー、インコーストレートと、もう何投げても完璧。と、危なげないね、この、最初、得点差っていうところのね、試合の中で、6回、完璧なピッチングで、非常に次回楽しみね。まあ、エネオスからね、入団っていうところで2年目。まあ、エネオスもね、低迷しましたけど、まあ、藤井のね、力投で、都市対抗出場っていうところもね、勝ち取って、長年ね、なかなか苦しいね、予選戦ってましたけども、非常に社会人の時もね、高騰してプロ入りして、まあ、去年ね、出てくるかと思いきや、俺って思ったけどね、今年この、もう本当安定的な、次回ピッチングも非常に楽しみになる、素晴らしいピッチングね、見させていただきました。そして、ロッテ先発三輪、6回3分の2、121球、9安打8三振、1四球、1デッドボール、2失点と、こちらもグッピッチ。ね。まあ、初回ね、いきなり、西川にね、ライトスタンド、弾丸ライナーでね、ホームラン打れますけども、あの球だけだね、若干高かったの。あとはもう低めに、ね、基本的にはチェンジアップ、そして左バッターの外スラ、ね、ストレートっていうところを巧みに使いながら、もう困ったらね、左バッターや外スラだね。それでもうほぼね、完璧なピッチングで粘り強くね、ピンチも作りましたけども、もうこれはね、もう打線のせいよ。このね、7回表ね、1点、銀次にね、打たれて、1点取られた時のね、
あの悲壮感のあれはちょっとかわいそうだったね。完璧野手のせい。でもこれもね、7回表ね、1対0で来て、で来るかーと取って辰巳デッドボール、これ痛かったね。で隅田に、レフト前ヒット、ラインエンドヒットの形になって、で西川ね、外角落ちる球ね、チェンジアップセンター前だけど岡がホームへぐっすろナイスツーバウンドだったけどね、あのライン間違えずね、ホームにしっかり投げ切ったのはグッスロー。その前もね、タッチアップサードね、セーフになったけども、三塁にもしっかり送球してたからね、そういった意味ではホームね、完璧に投げてアウトと、お、これはいいぞと言った時に次ね、小深田の時代打銀次、ツーアウト一塁からね、追い込まれて、なんとか粘りながら、ね、センター前、ピッチャー足元抜けて、エチバリアね、なんとか取るけども、さすがにあれは無理だね。まあ、内野安打になって、まあ、ここね、2点目取られるんだけども、ここの一番ね、大事だったのはね、冒頭。一、二塁から二、三塁になった。あの冒頭が痛かったね。でもあれはね、松川止めれない。あれ、止めたらね、すごいよ。難しい。まあ、止めなきゃいけないけど、あれ簡単じゃない。難しい。でもあのね、ワールドピッチが二点目繋がって、でもその裏ね、ワンアウトから山口がね、レフトでツーベース。山口いい感じだったね、今日ね。で、佐藤とした代打がね、昨日からストレートいいんだよ。ストレート変化球は微妙だけどね。で、ストレート打って、タイムリーになって、この1点ね。で、その後、ツーアウト1塁からエチェバリア、福田とね、連打続かずっていうところでね、敗戦。でもレアード。もう当てに行ってる。振ってない。もう。もう当てに行っちゃってんの。あれじゃ壊さないよ。マーティ、ストレート。全くタイミングがあって。全部差し込まれてる。このレアード、マーティがね、浮上してこない限り、なかなか厳しいね。もう、打てないからね。結局で、なんとか1本出たらね、勝ったけど、まあ逆にね、楽天はその後ね、西口孫安楽で、まあ西口1点取られちゃったけどね、そういったところでは、まあね、しっかりね、逃げ切り勝ちっていうところで、まあロッテはね、ちょっと打てなすすぎる。ちょっとバッティングコーチ含めて、バッター、頑張りなさい。これじゃピッチャーかわいそうだよ。ね。あと、キャッチャー陣、もっと打ちなさい。ね。巷では、橋本里崎超えるか、そんなんじゃ、超えれないよ。タスコも超えれないし、俺も超えれない。ということでね、頑張ってください。結果、2勝1分けで楽天の勝ち越しでした。さあ、続いて、日本ハム対オリックス。26日2対3でオリックス。27日2対4でオリックス。そして、28日が6対2で日本ハム。2勝1敗でオリックスの勝ち越し。日本ハムはね、28日の試合、今季オリックスに8勝利っていうね、ところになりましたけれども、まあ、26日ね、2対3でオリックス。日本ハムね、加藤、8回101球、8安打5三振、無四球2失点と、もう初球ストライク率 91% と、素晴らしいね。あの、完全試合をした佐々木朗希、あのね、初球ストライク率 67%。それに比べてもね、めちゃくちゃ高い。ね、その中で、まっすぐね、スローカーブ、シュート、スライダー、カットボール。もう偏ることなく、まんべんなく投げて、相手打線にね、的を絞らせず、どんどん初球から 91% の確率で、ストライク取っていくピッチング。Good。 まあ、それがね、功を奏して自分のね、有利なカウント。で、どの球種も投げれる相手バッターね、迷っていくっていうところで8回2失点はね、非常に素晴らしいピッチングでした。でね、まあオリックスね、打線全くね、対応できてなかったっていうところでね、まあ8回表ね、やっと福田がレフト前、紅林ね、初球ね、やっと捉えてツーランっていうところでね、まあ追いついたっていうところはありますけども、まあこれはね、加藤も仕方ない。ドピッチ。これ続けていくことがね、今後の2桁勝利っていうところがね、近づいてくるんで、これはね、続けていってもらいたい。で、オリックス先発山本、7回116球、6安打13振、1四球2失点と、まあ状態自体はね、そんな良くなかったと思うけども、まあボール先行したところはね、やっぱり、日本ハム打線、見逃さずっていうね、ストライク先行してるとこはいいんだけども、ボール先行したことでね、ワンチャンスをね、日本ハムをものにしたっていうところで、4回裏ね、ワンボールから、今度がね、レフト前。で、松本がツーボールワンストライクから、レフトへツーベース。で、ノーアウト2、3塁になって、石井がね、初球、思いっきり振ってね、ライトへタイムリー。で、ノーアウト1、3塁から、ね、重投成功っていうところで、松本、石井のダブルチールっていうところで、まあ、ノーアウトだからね、これはね、ツーアウトとかだったらね、防げるんだけど、ノーアウトはまさかしてくるとは思わなかっただろうね。で、しかもね、若月のね、プレー、重投、セカンドスロー、もうサード見なくてもいいよ、セカンドスローっていうところで、投げた瞬間ね、松本が走ったんで、もうこれはね、守備仕方ない。もうこれはもうベンチとしての戦略としてね、まあ戦略負けしたっていう形だけども、ここでこれ、バットプレーがね、まず若月がショートバン。で、ファーストランナー石井若干止まりかけたのに、セカンドの足立がそのワンパンを取れずにポロンチョして、なんとなくセカンドセーフっていうところで、ああいうところちゃんとやっていかなきゃいけないよ。前回山本の試合もミスで点取られて山本負けさせてんだから、そのね、ミスなく戦わなきゃっていうね。でね、やっとね、オリックスは8回にね、同点に追いついて、まあ、10回表よ。ね。
北山がね、貝またぎ行ってきて、貝またぎ。俺はもうあの一軍でよかったんちゃうかっていうね。こう、貝またぎできて、伏見フォアボール。ね。バレラ、インコーストレート。つまり中もレフトへね、ヒット。で、ノーアウト一塁になって、ここで問題のプレー。一塁、牽制悪送球。誰もいない。ね。これ何が起きたんやっていうね。で、その後ね、吉田のね、タイムリーが打って決勝打になって、で、これね、3対2でオリックスが勝って、ね、平野が200セーブ。グッと。ね。で、まあ、9回にもね、すごいいいプレーがあったんだけども、まあ、9回裏ね、2アウト2塁から、清宮の打席ね、ピッチャー村西から比嘉にスイッチ。このベンチワークすごかったね。しかも、インコーストレート、バックと、グッて、比嘉、ナイスピッチ。あれは打たれへんね。右から右へのリレー、非常に、奈良島監督、ぶっさい。ね。さあ、その中でね、何が起きたか。このね、誰のせいなんやっていうね、ノーアウト1塁、ね。ファースト決めればバンドのケアで前に出てきてるね。なんで一塁牽制なんや。でもこれね、誰かが間違えてるって言っても、ショートがね、一瞬見て映像見えると、ショートが一瞬グラブでね、さってあげるのよ。この、さってて。で、これは、ファーストに牽制するサインなんでね、キャッチャーがね、パンってやって、ファーストに、一塁でファーストに牽制するっていうパターンもあるけど、こうやってセカンドのを見てて、ショートがパッてあげるって牽制するパターンもあるよ。それだったのよ。で、俺それ、ショートがパッてやってセカンドに入るサインかなと思ったら、ショートがねパッてやるけどセカンド入んなかったのよ。ということはパッてやって牽制、ということはファースト前に出てくる、清宮のミスなのっていうね。だって2人がね正解してんのよ、北山とショート。2人が連動してるってことはファーストが戻るのか、もしくはセカンドがファーストに入るのか、これね、どっちからミスだね。ファーストかセカンド。まあ、これ結局ね、1点っていうところでは大きなサインミス。でも、ショートのサインで出るから、北山ね、悪くないと思う。あれはもうサイン通りだと思う。まあ、結局ね、チームプレーは謎のまま終わるのよ。ね。世に出てこない。ね。もう仕方ない。でも、俺は、ショートとピッチャーが連動してるから、ファーストかセカンドのせいだと思う。佐々木的には。ね。さあ、続いて、4月27日、2対4でオリックスっていうところで、オリックス宮城ね、6回110球、7安打7三振、無四球2失点と、まあ安定したね、投球はしてるけど、まあここまでね、1勝2敗。まあ今日もね、エラーがある中ね、よく踏ん張ったなっていうね、ピッチング。で、日本ハムはね、先発ポンセ。5回81球、5安打1三振、2四球1デッドボール2失点と、まあ、打たして取るっていうね、多分ピッチングスタイルだと思うんだけども、まあ面倒さ、みたいな。面倒さ、面倒さ、みたいなね、日本ハムにいた。タイプだと思うのよ。そう考えると、もうちょっと低く、球請求したいね。若干高いね。もうちょっと低くすると、もっと良さね、出てくると思うんだけどね。で、オリックスはね、初回、吉田のね、ライトへツーラン。で、日本ハムは3回裏、今川のね、センターへツーランということで、負けないでね、そこ追いついて。まあ、でもオリックス的にはね、あれだけミスして、エラーして、よく勝てたなっていうね。初回、いきなり、紅林の悪送球、今川がね、悩んで出て、で、ノーアウト二塁から。で、ここでね、今川が走塁し、これでかい。この石井はね、何としてでも、進塁打打とうと思って引っ張ったんだよね。そしたら、ファーストバレラが取った瞬間、サード投げて、セカンドランナー今川アウト。これでかい。紅林のミスをね、取り返した。あれはね、スーパープレイよ、バレラ。グッド。ナイスアンダー、ナイスプレイ。ね。で、まあここね、0点に抑えて。で、7回も、アルカンタラセンター前で、梅林のね、サードゴロ、セカンド投げたらね、セカンドのノコちゃんポロンとして、ノーアウト一、二塁。で、バンドするも、ね、ヤチがバンド。で、宮城が取りに行って、で、サード誰もいないのにサード投げようとして、で、ファーストも投げれず、このノーアウト満塁から、ね、このミスで作った、ピッチャー交代、阿部。ね、ここから今川石井近藤と、完璧に打ち込って0点。グワッと阿部ちゃん、ナイスピッチング。ここほんと、負けてたね。逆に日本もここで1点取ったら、もう勝ってたのにね。まあ、ここが本当の勝負手だったかなと。で、9回ね、表に、ピッチャー堀に代わって、来たフォアボール。で、福田センター前。で、西野がきっちりね、バンドで送って、紅林、吉田のね、タイムリー2点取って、まあ、勝ち切るんだけど、西野、グッバンと。今日もいいバンドで、そういうのがね、大事になってきます。ね。で、この中でもね、守備はね、そのね、バレラのファーストアウトっていうところもあるし、日本もね、5回裏、ワンアウト2塁からね、紅林のライト前ヒットをね、万波がホームへね、グスロー、グッと。守備のね、いいところもあったけども、オリックスはミスある中で、ね、よく踏ん張ったかなっていうね。逆に日本ハムはね、これ7回裏ね、これノーアウト満塁を手にできなかった。ノーアウト満塁、平均 2.4 点入るんだよ。統計では。ね、そこ0点。痛い。っていうね。で、28日の試合、6対2で日本ハムの勝ち。これはもうね、今川、グッバッティング。
インコースさばき、バット、そんな思いっきり振ってるようには見えないけど、コンパクトに振って、パシーヘッド効いてるから、すごいね。あのインコースの畳み具合。2発、グッグッグッ。ね。で、野村もホームラン打って。まあ、これはもう仕方ないね。もう、打ち負けだね。あ、1回、今川のツーラン。で、2回ね、ヤチのタイムリーツーベース。ね。ヤチ、三塁線、ナイスプレイ。守備も良かった。で、3回裏、また今川がね、ソロ打って、その後野村がね、ホームランとね、1イニング2発。で、5回裏ね、野村がセンターへね、タイムリーツーベースっていうところで、パンパンパンと、もう、オリックス的には、いいところなし。まあ、8回ね、やっと吉田のタイムリーでね、2点、ね、吉田恒成、初失点、取るけども、まあ、これはもう、今が褒めるしかないね。で、あとはね、先発、伊藤博美、7回109球、5安打5三振、1四球無失点とね、しっかり、制球よく、投げれたんじゃないのかなと。コントロールも良かったし、あと味方のね、大量得点に恵まれて、自分のペースでね、投げ切って、ドサンコヒーローインタビュー、グッと。ね。で、結果、2勝1敗で、オリックスと勝ち越しでした。さあ、続いて、ソフトバンク対西武。26日3対0でソフトバンク。21日8対2でセーブ。で、28日4対2でセーブ。2勝1敗でセーブの勝ち越しということになりましたけども、26日3対0でソフトバンク。ソフトバンク先発石川、5回3分の2、106球4安打4三振、4四球無失点と、まあ、まっすぐ、で、パワーカーブ、フォーク、まあ、粘り強くね、特に2回表の、対殿崎の3ボールから三振取ったっていうところは、非常に粘り強くピッチングできたんじゃないでしょうかね。で、西武はね、3回表、金子フォアボール、源田フォアボールで、オグレディ三振、2アウト2、3塁で、オグレディがね、三振っていうところで、ここも行ってほしかったね。で、6回表、2アウトから山川フォアボール、殿崎レフト前。で、ピッチャー香山に代わって、ウネンティがね、インコースシュート、詰まりながらもね、レフト、バット折りながらね、打って、で、ピッチャー積もり、ね。で、満塁、2アウト。で、山田セカンドゴロ、積もりアウトコースのスライダー、グッピッチ。ね。まあ、ここで無得点はね、ちょっと痛かった。まあ、でもね、2アウトからのチャンスが多くてね、ちょっとこの日のセーブは、ちょっと難しい展開になったね。やっぱこう、先頭からいけないっていうところでね、まあ、チャンスは作るも、ワンチャンスものにしなきゃいけないっていうところでは、ちょっとね、打線には酷だったかなと。でもこのね、3回、6回で1本出てればね、ちょっと状況変わったかなっていうね。で、ソフトバンクはね、2回裏、先頭のグラシャル3ベース。で、中田の三振で、柳町ね、インコースのストレートをレフト前。グッと。あれができたら強いね。非常に素晴らしい。で、7回裏は柳田がね、復帰戦。ライト前ヒットを打って、ピッチャー交代平井ね、初球、グラシアルに、センター、ね、ツーラン、ホームラン、グッ、平井、バーッと、初球、もうちょっと気をつけよう。ドアマだってよ。もうちょっと初球、ね。で、まあね、先発、西武先発ね、佐藤、6回78球5安打、6三振、1四球、2失点と、まあ、リラックスして、ほんと力感なく、スーソン、スーソンっていうところでね、しっかり腕振れて、バランスよく、非常に素晴らしい、ピッチングだったと思う。まあね、結局、勝てなかったけども、これ続けてたらね、絶対勝てる。このね、バランスはね、非常に良かった。力感もなく、その上でコントロールも良く、力も強かったんで、そういったところはね、しっかり、続けていくことはね、必要かなと。勝てなかったけどね、非常にいいピッチングに見えました。で、27日、8対2でね、セーブっていうところで、ソフトバンク杉山ね、5回88球、8安打3三振、2四球、6失点と、まあ、投球術で抑えるっていうわけじゃなくて、まあ、パワーピッチの投手だから、まあ、その中でね、球走らず、フォークのね、キレがなかったら、ちょっと難しいね。変化球、ちょっと高かった。だからもうそれはね、四隅狙っていくとかね、投球術とかじゃなくて、ドーン、ドーンっていくしかないからね。それがやっぱり通用しないと、なかなか厳しかったね。で、西武はね、先発松本、7回113球、8安打5三振、2四球1失点と、まあ、5回までね、毎回ランナー脱も、コントロールよくね、丁寧に。ね、投げ、連打許さずっていうところはね、非常に勝ちに結びついたんじゃないでしょうか。あと、まあ、2四球だからね、これはいい傾向だね。松本はフォアボールが少ないと、やっぱりね、いいピッチングをするっていうね、傾向ある。で、ソフトバンクはね、2回、3回、4回、この1本ですね、打線がつながってればね、この接戦に、持ち込めて、8対2っていう状況は多分なかったと思うんだよね。でも、このね、2回裏、先頭ね、中村がヒットで出て、柳町三振、今宮ヒットで、ワンアウト1、2から、ガルビス、回がね、ヒットを打てず。でね、3回。ね。三森サード内安打ね。で、ここの中村明のね、センター前タイムリーで1点は取るんだけども、その後、2アウト2、3塁から柳町ショートフライ。で、4回、ね、ガルビス、フォアボール、回ヒットね。で、1アウト1、2から三森、牧原アウトっていうね。ここでもう1本出てればね、非常に大きなね、追い上げムードになったかなと。でね、西武はね、甘くなった。ね、次はストレートをね。
で、そして変化球ね、見逃さずね、初回山川が、スリーランホームラン、4回オグレディ、ね、ライトへツーラン、で、7回また山川ホームランと一発攻勢で、山川の復帰でいいね。打線がパーンと1点取るっていうところではね、まあ、山川、オグレディ、グッバッティング。ね。で、28日の試合、2対4で西武の勝ちっていうね、ところになりましたけども、ここもね、初回、源田がヒット。オグレディフォアボール、殿崎三振で山川がライトスタンドにスリーランホームラン、ガッドスコーイ、ね、本当なんか去年は本当満振りしてて打てなかったけど、今年はタイミングも合っててバランスいいんだろうね。全然コンパクトに振ってるけど打球めちゃくちゃ飛んで、非常にねこの先制の3点っていうところは非常に大きかったかなと。ソフトバンク先発レイね、初球からどんどん甘めに投げていって、それじゃあもうキャッチャーはねどうしようもない、甲斐のせいじゃないと俺は思うよ。でソフトバンクもね、2回裏今宮のセンター前ヒットで1点取って、3回ね柳田の、復帰してから初ホームランというのね、ホームランを打って追い上げるんだけども、まあ、5回表ねオグレディがライトへねタイムリーヒット、これもワンアウトからね源田のセンターねスリーベースっていうところがね大きかったかなと。あれ両方取りに行ったからね、あれライトが行ってセンターバックアップでカバーリングしとけば俺は良かったと思うんだけど、両方が行っちゃったからね、このクッションが誰も処理できずスリーベース、あそこの連携もねちょっともうちょっと外野をねした方が良かったかなと。で源田がスリーベース打ってね、オグレディがライトにねタイムリーヒットで、結果4対2でねそのまま勝つんだけども、西武先発ねスミス、前回ね7回までノーヒットノーラン、まあこの回ね2回途中でちょっとなんか脇腹の上が違和感で交代して、その後ね与田ね、しっかり緊急登板になったけどね、ちょっとストレート強くなったかな。前もうちょっとストレートがね弱かった印象はあったけども、今日はねストレートしっかり強く投げて、まあ3回3分の2 41球5安打2三振、フォアボールなくね、まあ1失点と非常に粘り強い投球。その後ね平井、本田、平良、松田とねしっかり抑え切って、非常に逃げ切ったかなと。逆にソフトバンクはね10安打打って2点はきついね、やっぱもう1本出ないっていうところで、4回もね今宮ライト前ヒットで出塁して、甲斐のバンド失敗ダブルプレーバーッとね。でその後ライト三森がヒット打って、まあこう後手後手なんだよね。でまあ5回もね中村が2アウトから3ベース打つけども柳町がヒット打てないとかね、6回も1アウトからね今宮が2ベース打つけども甲斐三森が続かないとか、で8回もね柳町フォアボール、今宮ヒットでね2アウト1、3塁になって甲斐に代わって代打牧原でこうヒット打つとかね、このランナー出すけどねもう一本出ないっていうところがね、この10安打で得点にっていうところで、まあこのね、今宮が4打数4安打、下位打線もね、中村や柳町、上林、今宮と打つんだけども、下位が元気ないからね、もう下位もね、一回休ませるとかした方がいいよ。その、一試合でもいいからね。で、またベンチから見るとかね、ちょっと休養に当てるっていうのを含めて、ちょっと頭もね、ブロッキングのところもね、手でいってて、まあその後藤井がね、抑えたからね、良かったけども、若干、こんがらがってると思うから、まあピッチャーね誰の時にだからレイとかの時に休養与えるのも俺はねいいと思うんだよね。先週の登板の時に言ったんだけどね、だからそういったところではね、まあ頭折りねダメだから変えるとかじゃなくて、頭をリフレッシュさせるね、体も含めてね、そういったところでねこの休養っていうのはね、まあ出続けるのも大事だけど、そういう休養を与えるのも俺は非常にね大事だと思うね。ということで結果ね、2勝1敗で西武の勝ち越しでした。続いてセリーグ、広島対ヤクルト。26日、雨天中止。27日、2対8でヤクルトの勝利。そして、28日が5対9でヤクルトの勝利。ヤクルト、2連勝。ね、カープ、2連敗。っていうところになりましたけども、27日ね、2対8で、ヤクルト。広島先発、床田ね、3回87球、7安打2三振、2四球、1デッドボール、4失点と、ちょっと制球高く、良さ出なかったかなと。まあ、しかしね、状態自体はそんなにね、見てて悪くなかったと思うんで、まあ、ここはね、心配なしでいいと思います。まあ、こんな日もあるさっていうところね、若干ちょっと制球がほんと高めに浮いて、そこをね、まあ、見逃してくれなかったっていうところはね、あると思いますけども、心配ないと思う。そんな状態は悪くない。ね。ヤクルト先発原、8回100球、7安打2三振、1四球2失点と、まあ、真っ直ぐシュート、スライダー、チェンジアップ、まあ、ストライク先行でね、勝負できて、で非常にね、内外、コントロールもね、よく投げ切れたんじゃないのかなと。まあ、西川だけね、ちょっと手こずって、4打数4安打、グッと、ダイスパッティ、打たれちゃうんだけども、本当に、全体的にはね、非常に素晴らしいピッチングだったと思います。まあ、その中でね、ヤクルトは、ね、塩見が5打数2安打、3打点1ホーマー、山田4打数4安打、2打点1ホーマー、村上5打数3安打、3打点1ホーマー、それはもう無理よ。
それはもう勝てない。そんなに1、3、4か打ったら。まあその中でね、まあこのね、初回ね、3番山田のホームラン、あれもね、ちょーんって高めね、抜けたところ打たれたんだけど、でまあ2回ね、この6番長岡からね、この下位打線から始まるんだけど、6番長岡デッドボール。で、オスナがね、レフトでツーベース2、3塁。内山アウト、原アウトでツーアウトなんだけども、ここでね、塩見がしっかりレフトでタイムリーヒット。ね。で、その後、青木フォアボール。で、ワイルドピッチ挟んで、山田がセンターへのタイムリーヒットで、一気にね、3点取るんだけども、こういったようにね、下位打線からね、上位に回っていって、しかもそこでね、塩見山田がしっかり打つっていうところは、強いよね。で、2回の表。村上がね、バックスクリーントップホーム、ツーランホームラン。で、6回表、塩見がね、ライトスタンド。塩見のライトって何気に伸びるね、プルヒッターかなって思うとこあるけどね、反対方向の広角のホームランっていうところはね、素晴らしい。で、8回表にね、村上がタイムリーヒットを打って、それは1、3、4がこんだけ打ったら、それはなかなか勝てないっていうね。で、まあ、広島もね、6回裏、坂倉のね、内野ゴロの間に、で、8回裏ね、マクブルームのヒットを打ったけども、これはもうなかなか厳しかったね。そういった意味ではね、まあ、ヤクルトの完勝っていうね、ところですかね。28日、5対9でヤクルトっていうところで、広島先発クリ、7回116球、3安打4三振、2四球無失点と、グアペッチ完璧なピッチングで、しかもね、4回裏にね、坂倉がツーランホームラン打って、こう2対0で、このままね、終盤に、向かっていくんじゃないのかっていうところでドラマが起きるんだけども。まあ、ヤクルトね、先発、高橋奎二ね、5回90球、3安打7三振、3四球、2失点と、まあ、初回ね、ドバイフォアボール、菊池ヒット、まあ、これ西川ダブルプレイ取るけどもね、マクブルームフォアボール、で、ここで坂倉三振と、ちょっとね、立ち上がり頭振ってたね。若干ね、力んだかな。でもまあここをね、無失点で抑えて、まあこれ坂倉のね、ホームランだけだから、まあ試合内容はね、非常に試合を作るね、ピッチングできたんじゃないですかね。でもこのままね、2対0で勝ちたいところ、栗もね、球数いったから交代っていうところで、中崎出すんだけども、代打川端、ね、ショートフライ、ワンアウトから、太田、青木、山田、フォアボール。3者連続フォアボール。で、村上がセンター前、コンパクトに。で、ここでピッチャー島内に変わるんだけども、塩見、フォアボール、満塁。長岡、フォアボール、押し出し。で、オスナタイムリー、松本、タイムリー、もう黒原にね、ピッチャー変わって、で、山崎がね、走者一掃というところで、一気に9点ヤクルト、グッズ。広島、バット。フォアボール連発。完全な勝ちゲーム。俺、言ったじゃん。あの、フロントドア、ホームテレビの出て、リリーフ、優勝するために大事になるよ。ここ。正念場だよ。まあ、そのね、裏に3点ね、広島も返すんだけど、やっぱ9点は重いわ。ね。そういったところでもね、ヤクルトのこのね、集中打っていうところは非常にグッバッティングだったけども、まあ、ここね、まあ、もうこうなったら仕方ないからね、まあ、ここは切り替えていくしかない。まあ、2試合しかね、なかったけども、まあ、結果ね、ヤクルトの2連勝でした。続いて、阪神対中日。26日、雨天中止。27日、3対1で阪神。そして、28日3対2で阪神。阪神の2連勝阪神。タイガース、トラ、やっと目覚めてきましたかね。タイガースファンの皆さん、ようこそ。ね。ソジック、勝っても負けても見てください。ね。さあ、ということでね、27日3対1で阪神ということで、阪神ね、西先発、6回92球、5安打10三振、1四球1デッドボール1失点と、まあ、言うことなし。グッピッチ。ね。ほんと、なんかボールをね、自由自在に、もう横に縦に操ってるような感じで、このもうライン出てたね。指離した時からね。で、非常に素晴らしいピッチングだったと思います。中日先発勝つのね、4回3分の2、69球、7安打、三振0、無四球、3失点。で、自責1、勝つのもね、グッピッチよ。もうこれ味方のエラーに足引っ張られて、ほんと投球自体悪くなかったのに、守備のミスから失点、アンラッキー。ね。その中でね、中日は初回ね、2アウトからマルチネスフォアボール、ビシエドレフト前、で、阿部がね、先制のライト前ヒット打って、いい形でいったのよ。この西の好投ある前にね、いい形で先制したけども、阪神はね、2回裏、糸井がね、2ベース、山本セカンドライナー、で、高山のね、ショートゴロ、強打、高一、タイムリーエラー、で、1失点。で、3回裏、西がね、セカンドゴロ、これで記録上内安打になるんだけど、セカンド阿部取ってね、とんでもないとこ送球する。あれ取れないよ。あんだけよく引っ掛ける。で、そのままね、西がセカンドまで行って、で、ノーアウト一塁から近本、セーフティー、グッド。絶妙。ね。で、ノーアウト一三塁になって、井戸原のね、セカンドゴロ、中間に1点。こういうの、地道な1点、大事よ。ね。で、5回裏ね、坂本レフト前。で、西バント。
で、近本がレフト前。で、ワンアウト一三塁になって、この糸原の打席で盗塁。で、二三塁になって、セカンドゴロの間に1点。これね、盗塁しとかないとダブルプレーもあるからね。近本の盗塁。グッと。ね。糸原がね、敷地、内野ゴロ。最悪ね。最低限。最低限でね。これでもこういう1点がね、ボディーブローのようにね、効いてくるからね。で、結果ね、3対1になって、まあ、中日としてはね、ほぼ攻めてなかったね。もう完璧に西に抑えられてたから、まあ、唯一あったのが、この5回表ね、中日。石川三振、強打ライトでツーベース。で、勝野三振。で、大島がね、デッドボールで、ツーアウト一塁から、うがいがね、ここ見逃し三振になるけども、まあ、ここぐらいだね、あったの、チャンスはね。で、まあ、一番面白かったのはね、まあ、阪神勝った中で、4回裏ね、ノーアウト一塁、高山ね、ファーストライナー。で、ファーストがベース踏んで、で、ショートに投げて、セカンドベースに投げて、こうトリプルプレイ完成するんだけども、まずダゾーンの解説の人が、めっちゃ面白かったね。これも、セーフですね、完璧に。アウト、えって言ってましたからね。あれ見える人もう一回見てほしいな。上田さんなのかな、めっちゃ面白かった、あの解説。で、ここで一番の謎が、まあ、映像がすごいね、こう、はっきり全部映ってるやつがないから分からなかったけど、まあ、二塁ランナー糸井ね、ライナーまずアウトで、サードライナーアウトで、まずあれ、セカンドベース、帰塁した？映像には帰塁したの映ってないんだよね。ファーストベースそのまま踏んで、アウトカウント間違えて、帰塁しないで、そのまま帰ろうとして、慌ててセカンドスライディングして、まあ、アウトになったんだけど、あれ、帰塁してなかったら、なぜセカンドの阿部はタッチしに行ったのかっていうのが、すごい疑問。だから、もし帰塁してなかったら、あれタッチいらないからベース踏んでる時点でアウトなんだよね。帰塁してたら離れてタッチなんだけどね。でも俺帰塁してるようにあの映像では見えなかったんだけど、どうなんだろうね。よくわかんなかったね。まあでもトリプルプレーよ。結果ね。で、解説の上田さん、めっちゃ面白かった。あそこ、もう一回見れる人、ほんと見てほしい。ね。まあ結果ね、この試合3対1でね、阪神の勝ちっていうところになりましたね。で、28日、ね、3対2で、阪神の勝ちっていうところでね、まあ、2回表、中日はね、ワンアウトから木下ヒット。で、石川がね、レフトへ、ツーラン。石川、グーッと、ね、ホームラン。打つんだけども、まあ、秋山はね、この1本だけで、非常にね、先発秋山5回、66球、5安打3三振、2失点とね、まあ、ヒーローインタビューで岩崎が言ってたけども、やっぱもうちょっと長いイニング、投げてほしいよね。ちょっと5回66球でね、交代っていうのは、若干寂しかったかな。ね。まあ、その中でね、阪神は3回裏にね、大野からね、中野が、ワンストライクからセンター前ヒット。で、佐藤、初球ライト前ヒット。で、ノーアウト一三塁から5番糸井がね、初球ライト前ヒット。で、ノーアウト一三塁から山本の時に、セーフティースクイズ。グッて。で、ここでね、セカンドかファースト入ってなくて誰もいない。バーッと。そういうとこよ。守備、ドラゴンズ。どうしたの？ね。で、ノーアウト一塁から糸原がね送りバントして、でワンアウト二三塁になって坂本の時にねショートゴロね、ちょっとショートゴロの上一歩下がっちゃったね、下がってワンパンね、ホームセーフ。あれ前攻めていかないといけないよ、ああいう時は後ろ下がっちゃダメなのよ、前攻めてね。でここでね一気に3点というところで、まあタイガースとしてはね積極的に振りに行ったことでね、作戦ね、走塁っていうところで全てがねマッチされて、この3得点は非常にグッドね。で中日のね、先発大野、8回104球、8安打、4三振、無四球3失点と、もうこの回だけだったからね、悪くなかったけどね、やっぱまず、セーフティースクイズをね、の山本をファーストにアウトにできなかったっていうところが大きいよ。あれアウトにしてたら、ひょっとしたら同点までだったからね、そこの後、どうなったかわからない中でね、あのプレー、ちょっとしたミスっていうのは痛かった。で、ショートのどの上にもね、前進守備引いてんだから、前出て投げてたらアウトだったかもしれないのに、ちょっとしたミスがね、命取りになったね、結果的に。で、ドラゴンズはね、8回、平田がね、レフト前ヒット打って、で、ダイソー高松出てくるんだけども、盗塁アウト、坂本グーッと、あのインコースの球早かったね、スローイング、素晴らしい。ね、こうやってね、ピンチをね、しっかり刈り取ってね、で、9回も、ビシエドがね、ツーベース打って、ノーアウト2塁から、阿部がね、右打ちして、ワンアウト3塁、これ同点のチャンス作るけども、木下、石川と、三振、岩崎、グッズ。もう、ほどに、もう思い切ってスクイズか。ね。どうにかしたかったね。だから、中日も追いつけるチャンスあったんだけどね。
そこをまあ追いつけきれなかったっていうところでね、まあ秋山の後ね、浜地、アルカンタラ、湯浅、岩崎とね、まあなんとか踏ん張りながらね、しっかり、リードを守り切ったっていうところで、勝ち方としてはね、非常にこの2試合、タイガースにとったらいいゲームの勝ち方だったんで、そういうのをね、繋げていけば、こうね、波に乗ってくるんじゃないのかっていうね、まあ交流戦あるからね、そこが一気にジャンプアップだから、それまでにね、しっかりチームをね、体制作りたいっていうところでは、この2連勝っていうのは大きかったんじゃないでしょうか。結果、タイガースの2連勝でした。続いては、DeNA 対巨人。26日6対4で DeNA、27日2対8で巨人、で28日7対0で巨人ということで、巨人の2勝1敗の勝ち越しっていうところになりましたけども、26日ね、6対4で DeNA、この日はね、強風、マリンもね、最高19メートルが吹く強風の中試合してましたけどね、この横浜も多分ね、12、3は吹いてたんじゃないのかなと、まあ風速計がないからね、わからないんだけども、まあその中でね、先発ロメロ、5回3分の2、97球、5安打6三振、2四球、1デッドボール4失点と、まあ状態はね、良くなかったと思うんだよね、俺はね、見てて。でも、風の影響で、ボールがね、結構動いて、ちょっとアジャスト、ジャイアンツ打線しにくかったんじゃないのかな、というところで、まあ初回はね、あの、吉川デッドボール、で4番岡本がね、こうツーシーム動かなかったんだよね、ここは。それをきっちり仕留めてね、センターへ、ツーランホームラン、ぐっと、岡本いいね。いい感じでもそっからねなかなか打ち崩すことができなくて、でもあの巨人の戸郷もね4回3分の2 92球5安打1三振3四球5失点、まあ、そんなにね悪くなかったように見えたんだけどもね、この5失点5回裏にね先頭戸柱フェンス直撃のツーベースを打って、で柴田ショートゴロアウトで、ワンアウト三塁になってね進塁してロメロのフォアボール、これが痛かった、戸郷本当にこれが痛かった。ツーボールツーストライクから外のストレートストライクに見えたんだろうね、戸郷もね、俺もピー言えないけど見えたね、これボール判定痛かったね。でそこでねあのフォアボールになって、これマジ痛かったね。でワンアウト一三塁になって桑原のタイムリーツーベースで、その後佐野、逆転タイムリーツーベースって外アウトにしたけども、牧野ね、ツーランホームラン、クッて、マキ、クッて、4番、さすがです。ね。で、一気に5点。痛いね、戸郷。バットは言わないよ。でもこれは痛い。あの、ロベルのフォアボール。ピー。痛いね。ね。でも、その後ね、巨人、しっかり6回表にね、岡本フォアボール。で、ロベルのね、冒頭。ね。戸柱。バット。ミットだけでいってる。体で、行かなきゃ。止めれるよ。ね。で、丸がね、ファーストゴロを打って、その間にね、岡本は二塁から、三塁へ行って、ツーアウト、三塁から、ウォーカーがね、ストレート、レフトへツーベース。で、勝木がカットボール、センターへね、タイムリーツーベース。で、ここでしっかりね、2点取って。で、まあ、ウォーカーもね、この日3安打で3割3分3厘と状態上がっていって、ガッて。ここら辺、ポランコウォーカーが打つとね、怖いね。でも、その後、ツーアウト二塁から、代打大城フォアボールで、ね、一塁になって若林三振。ここで、もう1点ね、言っとけばっていうね状況変わったけども、まあ5対4でね1点差になったところで、この7回裏のね外のホームラン、外グッて、これ痛かったね。ジャイアンツ的にはね、ピッチャー畑ね、1点差で なってるところでね、でもその前のね、さっきも言った若林、大城若林どっちかヒット打ってね同点にしとけばまたね違う状況だったかなと。まあその中でね、DeNA は宮國にね、田中、伊勢、エスコバーとね、まあ逃げ切ったっていうところは大きかったかなと。あとジャイアンツはね、9回表ね、この、ピッチャーエスコバーに代わって、先頭ね、岸田、センター前ヒット。で、松原がね、センター前ヒットで、このノーアウト、1、2塁から1点も取れなくて、アウト、痛い。ここ、痛い。いけたね。まあでもね、結果、逃げ切ってね、DeNA6 対4で勝ち越し。ね、でした。27日、2対8で巨人の勝ちっていうところで、巨人先発メルセデスね、7回117球2安打6三振3四球無失点と、ほんとピンチはね初回のみね。あとはもうね、この初回ね1安打2四球でワンアウト満塁になるけども、太田大和をもう連続三振グッピッチ、逆にあそこね1点でも DeNA 取ってたら昨日までの流れのもとで行きだけども、まあここね、メルセデスよく踏ん張って、まあ本当にね、でもこの初回のみ、ね、あとはもう2回以降ね、制球力もよく、特にね、あのクロスファイアーのストレートスライダー、非常にグッピッチ、素晴らしかったと思います。で、DeNA 先発ね、坂本、ね、4回80球、5安打3三振、3四球、4失点。これは悪くないと
思うんだけどね。もう1回だけだもんね。で、そのね、4回表ね、ポランコがレフト前。で、岡本センターフライでなるんだけども、まあそのね、次、ワンアウト1塁からウォーカーの打席で、盗塁、ポランコが。ね、セーフ。まあメジャーでも90盗塁ぐらいしてんだよね。でもここはね、油断しすぎ、バッテリー。ね、こう警戒しなさすぎてるから走れてるから、この盗塁がね、もったいないんだよね。で、ウォーカーが次ね、つまいながらもライトへ、ポデンヒット。で、丸フォアボール。で、満塁になって、8球粘って、中島がね、センター、満塁、ホームラン。ガッ。しかも、ここでちょっと変化球にね、ちょっとこだわりすぎかなと。8球中6球変化球で、しかももう最後の方、5球もうチェンジアップで、で、カットボール1球っていう変化球ほぼチェンジアップで、最後高めに浮いて、ホームラン。だからね、これ坂本がね、悪いっていうわけより、もうちょっと配球考えよう。坂本自体は俺はね、そんなに悪くないと思う。もうちょっと配球考えると、絶対良くなるはず。ちょっともったいない。偏りすぎ。この岡本の打席も。もうわかるよ。最後はチェンジアップっていう。それだったらもうちょっと早めにまっすぐ使うとか、若干ね、変化球ね、偏りすぎた。まあこれ結果論になるけどね。俺は個人的にそう思う。ね。で、5回表、ね、丸がライト前2点タイムリー打って、でね、このピッチャー交代三上なんだけども、これ西球からっていうね、5回表。三上に変わって坂本フォアボール、で、ポランコヒット、岡本ショートゴロ、で、ウォーカーね、デッドボールっていうところで、ワンアウト満塁からね、丸のライトへね、2点タイムリーになるけども、西球。これ痛い。ね、無駄な、ランナー出して失点っていうところで、まあ DeNA はね、この日3安打、もう打つ手なしっていうところでね、まあ最終回にね、2点取るけども、もう8対2でね、まあこれはもう完敗っていうとこかな。でね、一つ気になるのが、まあ6回裏、太田ね、ショートゴロ、ヘッドスライディングで、若干なんか肩、違和感、足か、違和感みたいなところで変わるんだけど、必死さはわかるんだけども、怪我した終わりよ。今チャンスなんよ、太田。なんかほんで、ニュースではね、軽傷だったっていうから、よかったんだけども、一生懸命さわかるけど、怪我した終わりやから、無茶はすんな、ね。必死さわかる。ね。でも、怪我したら終わりや。今、怪我したら絶対ダメ。ね。そこら辺は気をつけて、頑張ってもらいたい。ね。で、28日の試合ね。7対0で、ジャイアンツの勝ちっていうところで、もう完勝なんだけどね。DeNA 先発、東ね。5回、81球、6安打、1三振、2四球、4失点と、全体的にもう球高かったね。ストレートも変化球も。じゃあ、それじゃ良さ出ないね。やっぱ、東は低めに投げていって、そこから落としていくっていうところで良さが出るんだけども、今日はその制球力が高かったっていうところで、ちょっとね、良さが出なかったかなと。まあ、初回ね、岡本に高めのところをね、レフトへ、ツーラン、打たれて、2回表のね、スタメンの岸田、ノーアウト1、3塁からね、ライトへの、タイムリー。で、4回、ね、丸がバックスクリーン、これも高めに浮いた。ね。6回はね、2アウト3塁から山崎にピッチャー、ライトまで。ここ、ね、もったいない。ピッチャー、宮國。せっかく前の日、いい形で抑えてるのに、この1点ね、もったいない。で、そこから吉川ヒット。で、坂本タイムリー、ポランコタイムリーとね、一気に3点取られて、まあ7対0で負けるんだけども、まあジャイアンツのね、先発山崎、6回95球、3安打3三振、1四球無失点とね、非常にグッピッチ。でも若干立ち上がりね、腕触れてなかったね。まあ、丁寧に多分投げようとしたんだと思うんだけども、若干腕の振り多かったけど、点ね、取ってくれるたびに、腕めちゃくちゃ触れ出してきて、序盤と全く違うぐらい変化球のキレとか、曲がり幅がね、このキュッてなったり、曲がりが遅くなったり、非常にね、キレとかね、この球威っていうところの良さが、あと躍動感、この尻上がりにすごい良くなったなっていうところでね、若干序盤はね、まあ丁寧さっていうところが出たかなっていうところもあるんで、まあこれね、この尻上がりのピッチングを最初からできるとね、さらに良くなってくるんじゃないかっていうところでね、非常にグッピッチ。だったと思います。まあ、DeNA はね、もう4安打っていうところで、まあ、最後の最初のポンポンポンと行かれて、ちょっと打つてなかったかな。完敗っていうところになります。ということで、結果、2勝1敗で、巨人の勝ち越しでした。さあ、最後に、申し送り事項、行っときましょう。レッツゴー。ね。次、金曜日から、楽天対ソフトバンク。ソフトバンクの皆さん、楽天、西川からの浅村のホットライン、マジ気をつけて。これはね、やばいよ。ここが連動したら負けちゃうよ。楽天の皆さん、ソフトバンク、下位が今悩んでますから、行くなら行きですよ。この首位攻防戦。どうなるかね。下位が疲れてます。さあ、続いて、ロッテ対日本ハム。日本ハムの皆さん、ロッテ打線、全く打てないです。どんどん行った方がいいですよ。ロッテの皆さん、日本ハム、
今川、野村、状態上がってきてますよ。乱打戦になったら厳しいんで、ピッチャー。もうちょっとの辛抱です。打ち出すまで、頑張れ。ね、今、頑張り時、ピッチャー。オリックス対西武。西武の皆さん、吉田が、もう、復活して、目覚めちゃいました。吉田の前に、とにかく、ランナーを出さないように気をつけていきましょう。オリックスの皆さん、山川帰ってきたら、打ち出してます。ホームラン。山川の前にランナー出したため、大量得点取られちゃいますよ。そこ、気をつけて。さあ、続いてセリーグ。巨人対阪神。阪神の皆さん、巨人、岡本が打ちますよ。ね、一発ありますから、気をつけて。青柳でしょ。結構、打たれてますよね。気をつけてくださいね。巨人の皆さん、阪神、虎が、起きちゃってますよ。しかも青柳復帰してからいいピッチングしてますよ。ね、ここで虎を暴れさせたら一気に来ちゃいますよ。初回ね、気をつけながら菅野で叩き潰して。ヤクルトと DeNA の皆さん、有吉初先発ですよ。勝たしてあげなさい。そしたら勢いに乗っていきますから。風に吹かれて消えて、消えちゃダメ、消えちゃダメ。勝ち星増やしていきましょう。ヤクルトの皆さん、ね、有吉、初選抜、パンパンパーンってまた、塩見、山田、村上で行っちゃいましょう。そしたら、勢いになっていきますよ。広島対中日。広島の皆さん、中日、ちょっとずつミスが出てきてますよ。ここ、キュッと、生きることですから、ね、序盤で行きましょう。中日の皆さん、カープ、リリーフやらかしてますよ。最後まで諦めないで、最初失点乗り切ればね、最後いいことあるかもわかんないんで、頑張ってください。さあ、ということでね、もう収録時間終わりました。ゴールデンウィークもね、入ってきましたけども、皆さんね、プロ野球で楽しんでいきましょう。ということでね、金曜日のソチェック終わりです。さあ、それで今日は神宮行きますけど、雨が心配ですけど、どうなるでしょうかね。皆さん、今週も楽しんでいきましょう。ゴールデンウィーク。